皆さんこんにちは。パピーラブ渋谷ドッグトレーナーのいくみんです。今日はこれからワンちゃんを飼いたいなって思ってる方向けに、相性の良い犬種の選び方ということでお話ししていきたいと思います。お話しする内容はサイズ、運動量、毛、病気、性格、コスト、家族構成についてです。まずワンちゃんのサイズについてです。大型犬飼おうかな、小型犬飼おうかな、もちろんね、どっちが好みかっていうことも大事ではあるんですけれども、例えばマンションにお住まいの方でしたら、公共のエリアは抱っこじゃないとダメだよとかっていうルールがあったりすると思います。で、特に女性の一人暮らしだったりすると、やっぱりちっちゃいワンちゃんじゃないとずっと抱っこで移動するっていうのは難しかったりしますよね。それから移動の手段の仕方、車があるのかどうか、お車によってもね、大型犬がクレートごと入るっていうことになると、結構大きな車じゃないと難しかったりもするのかなと思います。それから家族構成ですよね。例えばちっちゃなお子さんがいる家庭でティーカッププードルとかチワワちゃんとかを飼ってしまった場合、お子さんが抱っこしてパタパタ走った時にベタンって転んじゃって、ワンちゃんを骨折させてしまったとかね、そういう事故もあります。なので、ちっちゃなお子さんがいるお家にちっちゃな華奢なワンちゃんを飼うっていうのもね、危険だったりします。で、逆にね、大型犬を小さなお子さんがいるご家庭とか、あとはちょっとおじいちゃんおばあちゃんがいるご家庭で飼ってしまった時に、ワンちゃんは悪気がなくってもぴょんぴょんって飛びついた時に、おばあちゃんが尻もちついたら、おばあちゃんがこう尾底骨骨折しちゃったよとかね、そういったお話も聞いたことがありますので、ご家庭に合ったワンちゃんのサイズを選ぶようにしていきましょう。続いて運動量です。ワンちゃんの犬種によってお散歩の量っていうのはやっぱり違ってきます。ちょっとね、ペットショップの方ね、たまに無責任な方が、チワワちゃんとか、ちっちゃな犬種のワンちゃんは、運動量そんなに必要ないので、共働きのお忙しい家庭にも向いてますよ、なんて言ってね、押し付けるように販売しているところもあるって聞くんですけれども、どんなワンちゃんも、社会化を身につけるために、リフレッシュするために、お散歩っていうのは必要になっていきます。ただ、必要のお散歩の量っていうのはやっぱり違うので、ちっちゃいワンちゃんよりはやっぱ大きいワンちゃんの方がたくさん運動したがる傾向にあるのかなと思います。で、ちっちゃいワンちゃんだったらお散歩、ちゃちゃっとでいいんでしょうっていうふうに言われちゃうこともあるんですけれども、ちっちゃいワンちゃんの中でも、プードルは、結構、お散歩は行きたがりますね。エネルギッシュな犬種になりますので、しっかりお散歩して発散してあげないと、発散不足だとやっぱり吠えにつながりやすくなってしまいます。あとはね、これは有名かなと思うんですけれども、ジャック・ラーセル・テリアとか、テリア系のワンちゃんたちっていうのも、見た目はね、ちっちゃくて可愛らしいんですが、結構運動量必要な活発な犬種だったりします。それから、ドッグランに行く必要がある犬種っていうのもいますよね。やっぱりエネルギッシュで、普通のお散歩だけでは、ちょっとね、ストレスが発散しきれないっていうワンちゃんたちもいます。あとは、2歳過ぎたらお散歩だけで賄えるんだけど、2歳前の一番アクティブでエネルギッシュな時期は、たくさんドッグランに連れて行ってあげた方がいいよねっていうのもありますので、近くにドッグランがあるのかどうか、もしないのであれば、ドッグランに連れて行かないと、ドッグラン必須っていう犬種はね、ちょっと飼っていくのがお互いのストレスになってしまう可能性もありますよね。続いて、毛についてです。ワンちゃんたちってシングルコートとダブルコートっていう種類があるんですけれども、シングルコートのワンちゃんたちっていうのは、毛が、どんどん伸び続けるワンちゃんたちです。例えば、トイプードルとか、
マルチーズとか、ヨークシャーテリアとか、シーズーとか、その辺のワンちゃんたちはどん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 毛が長くなっていく犬種の子たちですよね。なので、抜け毛っていうのはほとんど気にならないんですけれども、トリミングサロンに月に1回は連れてってあげないと、絡まっちゃったり、もしゃもしゃになっちゃったり、あとね、目の前の前髪が伸びて前が見えづらくなっちゃったりっていうことがありますので、シングルコートのワンちゃんたちは、抜け毛はないけど、お金がかかるっていう方ですよね。で、逆にダブルコートって言われる、結構どんどん、ある程度の長さになったら抜けていっちゃう子、チワワちゃんとか、ダックスちゃんとか、まあ、あとは柴犬さんとか、まあ、毛が短いトリミングにそんなに行かなくても、その様子をキープできるワンちゃんたちですよね。その子たちっていうのはトリミングで毎月カットしなきゃいけないっていうような、まあコストの面は心配は少ないんですけれども、結構毛が抜けちゃいます。なので毎日しっかり掃除機かけたり、コロコロかけたり、お洋服にもね、ちょっと毛が残りやすかったりっていうのがあるので、まああとはお出かけするときにはしっかりお洋服を着せて、周りに毛が飛び散らないように配慮したりっていうことも必要になっていきますね。そして病気についてです。まあ、ワンちゃんたちって犬種によって遺伝性疾患っていうものがある程度あるんですよね。なので、この犬種のワンちゃんたちはこういう病気にかかりやすいよっていうのをあらかじめ知っておいていただく必要があると思います。なので、まあ、すごくアクティブにいろんなところにキャンプに行ったり、登山に一緒に行ったりとか、そういったことも考えているのに、すごく華奢なね、足腰の弱いワンちゃんを飼ってしまったりすると、お互いにやっぱりストレスになってしまうのかなと思いますので、ご自身が欲しいなって思ってる犬種のワンちゃんたちは、どんな疾患が多い犬種なのかっていうのも、あらかじめ調べておいてください。それで、特にですね、短犬種のブリーダーさん、例えばトイプードルであれば、うちはトイプードル専門のブリーダーです。なので、トイプードルに多い、こういった病気のワンちゃんが出ないように、遺伝性の病気がないか、お父さん、お母さんの、検査をして、そういったことがないワンちゃんたちを繁殖しています。だったりとか、やっぱりそういうブリーダーさんのもとからワンちゃんをお迎えした方がより安心かもしれないですね。続いてワンちゃんの性格についてです。ワンちゃん、犬種によってある程度性格の違いっていうのもあるんですよね。なので、お留守番が得意な犬種なのか、特別甘えん坊なワンちゃんなのか、抱っこが大好きなワンちゃんなのかっていうのは、あらかじめ、まあそういうものをネット検索したりとか、ご近所とかお友達で飼ってる方に聞いてみていただくといいと思います。例えばですね、すごく初めて飼う方で、もうワンちゃんをとにかく抱っこしたり、お洋服着せたり、もう猫可愛がりしたいって思っていらっしゃる方が、シバちゃんを飼っちゃったっていうケースがあったんですよね。シバちゃんっていうのは結構独立心が旺盛で、抱っこをされるっていうのがあんまり好きじゃなかったり、あとはお洋服着せられるっていうのもあんまり好きじゃなかったりっていう犬種なので、もう飼い主さんはもう他のね、抱っこされっぱなしでいるワンちゃんを見るたびに、いいわね、いいわね、うちの子抱っこさせてくれないのよね、なんておっしゃってるんですよね。まあ、もちろんね、しばちゃんもすごく可愛がってはいらっしゃるんですけれども、目的とちょっと違う犬種を選んでしまうと、あ、こんなはずじゃなかったのかなっていうこともあるかもしれないですよね。まあ、それからあとは、お留守番が難しい犬種、例えばトイプードルとかっていうのは、とっても甘えん坊で分離不安になりやすい、
まあ、飼い主さんにこう、結構依存しやすい犬種なんですよね。なので、まあもちろん、子犬のうちからしっかりとハウストレーニング、クレートトレーニングをするっていうことで、ある程度お留守番はできるようにはなるんですけれども、まあ、最初からお留守番が長いって分かっているご家庭で飼われるのには、もしかしたらちょっと向いてない犬種かもしれないですよね。続いてコストについてです。ワンちゃん、トリミングサロンに行ったり、ペットホテルにお預けしたり、それから医療費ですね。コストとてもかかってしまいます。まあ、比較的ワンちゃんのサイズが大きくなればなるだけ、トリミングの費用とホテルの費用っていうのは上がってしまいますので、そこもしっかりとこう払っていけるかなっていうことも考慮していただきたいポイントになります。トリミングは割と体重で何キロを超えたらプラス料金、またさらに何キロを超えたらプラス料金とかですかね。まあ、ホテルの方でも、結構体重別のプラス料金っていうのが設定されていることが多いかなと思います。医療費に関しても体重別で特に麻酔の料金なんかも、どんどん上がっていってしまいますので、特に、大きいワンちゃんの方が医療費もかかってきます。あとはお食事代ですよね。大きなワンちゃんだとね、袋で買ってきたご飯もペロッと食べてしまうのかなっていうところなので、まあその辺のコストも考慮して犬種を選んでみてください。続いて家族構成ですね。ご家族に赤ちゃんやちっちゃなお子さんがいるっていう状態で飼うっていうのも結構タイミングとして子犬ちゃんを迎えるタイミングとしてはあんまりおすすめではないかもしれないです。お散歩の練習の時とかね、ずっと前かがみで歩いてあげないと、おやつをちらつかせてあげないと歩けない。っていうような状態もあったりするんですよね。で、その練習もしなきゃいけないし、お子さんも一緒にね、手を引っ張って連れて行かないといけないとか、っていうことになると、なかなか、ワンちゃんをメインにいろいろ練習をしてあげるっていうことが難しくなってしまうかもしれないですよね。まあ、そうなってくると、ある程度お子さんに、ここで待っててねとか、これ手伝ってとか、言えるようなお年頃になってから、ワンちゃんをお迎えしてもらうっていうのも一つなのかなと思います。一人暮らしのお家だとお留守番が長くなるっていうことが想定できますよね。お留守番が長くなるとワンちゃんもストレスを溜めてしまいやすくなって吠えやすくなってしまったりっていうことがありますので、まあ特にね、一人暮らしで、飼えそうな犬種ってなると運動量が少なかったりとか、自立している犬種だったりとか、あとはワンちゃんの幼稚園みたいな、飼い主様がお仕事をしている間にワンちゃんがお友達を作って遊んで帰って、リフレッシュしてね、帰ってきてくれる、お勉強して帰ってきてくれるっていうような施設も最近は増えてきていますので、そういったところもご利用いただけるといいのかなと思います。まあ、あとは、介護をされているお宅とかですよね。たまにね、やっぱり介護をしないといけなくなってしまったので、ワンちゃん手放しますっていうお話を聞いたりすることもありますので、そのようなことにならないように、大変な研修をお迎えするっていうのは、リスクがあるよっていうことも知っておいてください。いかがだったでしょうか？犬種によっていろんな差がありますので、あらかじめ、例えばね、トイプードル飼いたいなって思ったら、トイプードルってどんな犬種なの？しばちゃんが飼いたいと思ったら、柴犬ってどんな犬種なのっていうのをしっかりと調べてリサーチをしてから飼っていただくっていうことが大切かと思います。あなたにぴったりな愛犬と出会いますように。楽しいドッグライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。オンラインパピー動画とズームレッスンの講座がスタートいたしました。こちらでは実技4本、合計80分
の動画がありまして、そちらではお座り伏せ、待て、おいで、ついて、立ってなど10項目の教え方とレベルアップの仕方が学習できるようになっております。そして座学5本合計135分、かかりやすい病気と予防の仕方、子犬の成長過程での心理変化、ボディーランゲージ、トイレトレーニング、3年寿命が変わるドッグフードの選び方が、学べるようになっています。そしてズームレッスンが45分かける4回分ついておりますので、動画の通りにできなかったところの復習やご質問などをしていただいて、しっかりとねできるようになっていただけますので、お問い合わせお待ちしております。チャンネル登録と動画へのいいねよろしくお願いします。